島村楽器ベース科講師の古舘です。今日行いますワンポイントレッスンとしては、今秋に、なりまして、ぐっと気温が下がってきました。そんな時に、バッと手を動かしてしまうとどうしても手を痛めやすかったりします。そんな時の、手を温めるウォームアップ法を、ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。まず、こちらにね出ている、本日やるのがドレミファソラシドを使ったウォームアップを紹介したいと思います。ドレミファソラシドね通常は3フレットから弾くというのが、皆さん多分慣れていると思います。ね、こっからスタートするこれを慣れていると思うんですがこの3フレットと同じ音、予言上に8フレットにあります。ここからスタートしてという運指で、こちらに書いてあるのが、そこからさらに上のファまで行く運指になっています。なのでここからここまで上がる感じになります。この音使いを使いますので、まずはこれをしっかり覚えましょう。これをどういった形でウォームアップにするかといいますと、このドレミファソラシドを4つ進んだら次の音から始める。例えばドから4つ進んだら今度はレから4つ進む、次はミから4つ進む、次はファから4つ進むという形で、どんどん、スタート位置をずらしていって4つずつ弾いていくような形になります。少しやってみます。今4つ弾きましたね。今ドからスタートしました。今度は今ドからスタートしましたのでレからスタートします。今レからスタートしましたので今度はミからスタートします。ミからスタートしましたのでファからスタートします。ファからスタートしましたのでソからスタートします。ソからスタートしましたのでラからスタートします。シからスタートします。ドからスタートします。という形でこういった形でやると上のファまで行きました。今度ここまで行きましたら、ファから戻っていきます。戻っていくのもファからスタートして4つ戻ります。今度ミから4つ戻ります。今度レから4つ戻ります。ドから4つ戻ります。シから4つ戻ります。ラから4つ戻ります。ソから4つ戻ります。ファから4つ戻ります。そうすると最後ドで終わります。今やったのが一つの流れ、これを、ウォームアップとして、繰り返してやっていくような形でやっていただくと、左手今やったように、今7フレット担当人差し指、中指が、8フレット、薬指が9フレット、小指が10フレットという形で、全ての指を役割分担したわけですね。なので全ての指をしっかり使えるような形のウォームアップになってますので、こんなの試しにやってみるといいと思います。引き続き今度はこれを一定のテンポで合わせるということをご紹介していきたいと思いますので、まずはこのドレミファソラシド上のファまで、弾けるようにしてみましょう。はい、そうしましたら早速ウォームアップをしたいと思います。もしよろしかったら皆さんもぜひ楽器を持ってどうぞ。今回、先ほど言った上下のドから始まって上のファまで行く、上のファから、戻って下のドに行く、これをワンターンとします。それを4ターンやります。テンポ今回は四分音符80の8分音符でやってみたいと思います。
という形になります。これしっかり慣れてきたら、今度はそうしたらテンポ80、テンポは変えずに16分音符の速さでできる方はぜひやってみましょう。じゃあこちらも4ターンやってみましょう。速さはタカ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 、この速さになります。という形になります。こういったので、左手を、温めていただいてから、何か練習に取り組んだりとかしていただくといいと思います。以上、ベース加工師古舘でした。